それではこれからサンスルピス教会をご紹介いたします。とても大きな教会です。教会前に立つとその大きさがよくわかります。教会の高さは34メーター、塔の高さも加えれば約70メーターに達します。パリの中ではノートルダム大聖堂に次ぐ大きさを誇ります。西側の正面は列柱に飾られた2階構造になっており、さらにその両端には2つの塔が設けられています。1階部分の柱はドーリア式、2階部分はイオニア式、そして塔の付け柱はコリント式で飾られています。それぞれ異なるオーダーを使って装飾を豊かにしているんです。正面をデザインしたのは劇場建築を専門にしたセルヴァン・ドーニという建築家でした。彼は柱と教会の間に奥行きを設けることで光と影が演じる舞台を作り上げました。天井は花をモチーフにした格子天井になっており、教会の中央扉の左右は彫刻で飾られています。鍵を持つのが聖ペテロ、剣を持つのが聖パウロです。さあ、入り口までやってきました。それではサンスルピス教会の内部に入っていきましょう。それでは皆さん、お庭、教会の中もその大きさに驚きます。奥行きはなんと120メーターもあるんです。17世紀から18世紀にかけて流行した様式、古典様式によって建てられています。古典様式とは古代ギリシャ、ローマの建築を基礎にした様式です。例えば教会の柱をご覧ください。ギリシャ神殿のように縦溝が入っていますよね。それでは主神廊を行きましょう。1階部分は半円アーチでできたアーケードになっています。その上に大きく開いたステンドグラス、ステンドグラスのアーチはそのまま主神廊の半円の急流と交差しながら全体的な一体感を作り上げています。ステンドグラスから入る優しい光は教会の石の色と混ざり合い、ここでも美しい調和を作り上げていますね。主神廊を進んでいくと右手に説教壇が見えてきました。2つの小さな階段によって支えられた軽やかに宙に浮いているような説教壇です。18世紀の後半に教会の信者たちからの要望と寄付によって、当時最も流行したスタイルによって作成されました。説教壇の上には屋根がつけられています。発言者の声が屋根に当たり下に向かうことで声が下にいる聴衆に届きやすくなるんだそうです。屋根の上、階段の両端には女性が装飾され、それぞれが寓意を表現しています。子供を抱くのが慈愛、怒りを持つのが希望、そして聖杯を持つのが信仰です。階段につけられた4つのパネルはそれぞれ福音書記者を示しています。天使はマタイ、牛はルカ、ライオンはマルコ、そしてコンドルはヨハネです。教会を上から見ると十字架の形をしています。サンスルピス教会ではちょうどその交わる部分が祭壇になっています。ミサにおける聖体拝領が行われる教会の心臓部です。通常の教会ですと祭壇はより奥まったところにあるんですけども、ここでは少し手前に設定されています。巨大な教会だけに、あらゆる場所に座った信者からも祭壇が見えるようになっているんですね。祭壇の中央には十字架が設置されています。さあ、視線を上げてください。17世紀に描かれた美しいステンドグラスを見ることができます。中央には復活したイエス・キリスト、
十字架にかけられたイエスが天に昇るイメージになっています。祭壇を囲むそれぞれの柱のもとにはイエスの弟子たちの彫刻が置かれています。彼らが教会を支える柱である、そのような隠喩になっているんです。一番手前の彫刻をご覧ください。左は十字架を担ぐイエスキリスト、右は嘆き悲しむ聖母マリア。この彫刻は18世紀を代表する彫刻家の一人、ブーシャゴドンによって作成されました。こちらはダヴィンチコードの中でも登場した日時計です。設置されたのは啓蒙の時代といわれる18世紀。この時代には教会の中にも科学的な装置が設置されました。巨大な日時計を設置することで天文学者はより正確な計測が可能になったんです。一方教会はより正確に正午の時間を知ることができました。鐘を時間通りに鳴らすことができるようになったわけですよね。さらにこの日時計によってイースター、つまり復活祭の日付を知ることができました。日時計からは真鍮の線が教会の床に一直線に伸びています。南側のトランセプトにあるステンドグラスの右端には小さな穴が開いていて、毎日正午になるとその穴から太陽の光線が入り込み、この線上の一点を指し示すようにできているんです。昼と夜の時間が等しくなる春分の日には太陽光線はちょうど教会の祭壇の前に位置している丸い銅板を指し示します。春分の後に来た最初の満月の次の日曜日がイースターになりますので、正確にイースターの日付を知ることができるということなんです。まあね、とても複雑です。ちなみに日が一番短くなる冬至にはオベリスクの線上の一点を指し示します。よく見るとオベリスクの上に印がありますよね。そして日が一番長くなる夏至には大理石で作られたプレートの一点を指し示します。祭壇の真後ろに位置するのがこのマリアの礼拝堂です。大理石によって覆われた豪華な劇場のようですよね。柱で両側を飾られた祭壇の中央には幼きイエスを抱いた聖母マリア。マリアは雲に隠れる月の上に立ち、悪の象徴である蛇を踏みつぶしています。悪と対峙するマリアはそのまま悪と対峙する教会の隠喩ともなっているんです。聖母子像の上には明かり窓が設けられていて、太陽の光がマリアに降り注ぐ仕組みになっています。祭壇の上には A と M の飾り文字、アベマリア、祝福アレマリアの頭文字になっています。その上では戯れる天使たち、さらにロココ様式の絵画で装飾されたドーム、天に昇るマリアと天上で彼女を迎え入れる聖人たちが描かれています。正面に見えてきたのは18世紀に作られた巨大なパイプオルガンです。4500のパイプ、60のストップによって構成されています。このオルガンは世界有数の音楽家によって演奏され、現在でも世界中の音楽愛好家に感動を与え続けています。信者は毎週日曜日に行われるミサにおいてこの素晴らしいオルガンの音色を聞くことができます。そしてしばしば日曜日の夕方にはオルガンコンサートも開かれているんです。それでは最後に聖天使の礼拝堂を飾る3つの壁画をご紹介しましょう。この壁画は19世紀のフランス絵画を代表する一人、ドラクロワによって1854年から1861年にかけて作成されたものです。ドラクロワの晩年にあたります。ここに描かれた天使たちは格闘している天使で、平穏とはかけ離れていますね。激しく戦う天使はドラクロワの激しい色調によってダイナミックに表現されています。礼拝堂左をご覧ください。
ヤコブと天使の戦いが描かれています。ヤコブが天使と遭遇し、一晩中格闘し続けます。神から人間に与えられた試練と解釈できるかもしれません。まさに晩年のドラクロアにとっては、この礼拝堂の装飾こそ大きな試練だったのかもしれませんね。右側の壁画は、エリオドールがエルサレムの神殿を略奪しようとしている場面が描かれています。エリオドールは牙にまたがる天使に襲撃され、宙を舞う二人の天使にも鞭で打たれています。エリオドールは地面に倒れ、手にしていた財宝は床に広がっている。彼は無事でしたが、結局手ぶらで神殿から逃げ出しました。神の強さがここでは表現されているんです。天井にはドラゴンを退治する大天使ミカエル。ドラゴンはすでに急所をつかれ苦しんでいます。この礼拝堂の装飾は、ドラクロワの死後2年前に完成しました。19世紀フランスのロマン主義を代表する画家ドラクロワは、この礼拝堂の壁画を完成させた後、静かにその人生を閉じたのでした。2016年には修復が完成し、現在でも多くの人々がこの礼拝堂を訪れています。古典様式によって建てられた巨大な教会、サン・スルピス教会。ダヴィンチコードの舞台になった日時計を見たり、ドラクロワの壁画を見たり、見どころがたくさんある、とても素敵な教会です。サンジェルマン・デプレ界隈を散策する際には、ぜひ内部まで足を伸ばしてくださいね。それでは今回はオンラインツアーオニバにご参加くださいまして、誠にありがとうございました。また次のオニバツアーでお会いしましょう。それでは皆さん、アビアントー。